にちは、りょういでです。前回32太極剣のタオル、セットの動作を説明させていただきました。8番までは説明しましたので、今日は9番の虚步下节っていう動作を説明させていただきます。32太極剣は中国の国から作られてた動作、規定動作なので、タオル時代はどんな国でも同じです。早速なんですけど、9番の動作を説明します。まず8番の動作、独立上次から正面見てください。正面から見てください。今正面ですね。で、左足をやや後ろ、つま先先につけてます。はい、もう一回見てください。はい、次、左手を下から、そのまま下から回して、股関節も一緒に回してます。次、右の剣の手は手首から回して、立体の円を回して、横からシャージエっていう動作。このシャージエっていう剣の動作はこう、かけます。かけます。はい。相手は下半身を狙った時に、剣を持っていた私が、かけます。来ないように。はい。もう一回正面から見てください。はい。つま先と股関節の動きをよく見てください。はい。目線もやや、斜め下を見てください。次、横から見てください。はい、次、こっちの横から見てください。左手の動きをよく見てください。はい、よく間違い動作があります。正面から間違い動作を皆さんに見させますので、一回見てください。よくあるのは、避けましたが股関節を動かず、手だけを動いて回してるから、この虚步の下半身はこっちではなく、こっちの方面になってます。正面になってます。わかりますか？正面から見ると。はい。もう一回正しい動作を見てください。股関節も一緒に回して、はい。股関節を次戻して、右のウィストをちょっとねじって、斜め下を見てください。はい。これで、9番の虚步、下半身の動作、虚步、下に下地へっていう動作です。ぜひ皆さん家でも練習してみてください。バイバーイ。